今度ね、シマノから発売になったピットブル8プラス、これね P ラインなんですけども、今までねあのピットブルもね、使ってました。これもねすごいねいいとだったんですけど、さらにですね、強く、使いやすくなったのがこちらのですねピットブルの8プラスです。もともとねあのシマノには、ミッションコンプリートっていうね糸があって、これがね僕ね大好きだったんですよ。今回はねこのピットブル8プラスはですね、それをベースにしてね新しくなった、タフクロス工法、オフショアラインでね、採用されたねヒートシンクコーティング、これもね採用しちゃってんですね。まあ使ったイメージはですね、なんかね今までの糸とはね全然違うね新しい糸だなっていう、そんなね、感じになりました。まずねキャスティングでのねこれトラブルがねあんまりありません。もうほぼほぼないですね。でフルキャストですね、向かい風の状況で、まあ、ウィングビームなんかをねこう遠くにねぶち込んでもね全然これ大丈夫です。トラブル感ありません。安心感がね全然違いますね。それもねどうでしょうね、1年近く、巻き替えなしでねその状態だったんで、これね僕ね正直びっくりしました。あとねこれね感度がねすごい、超低振動なこれねタフクロス工法、これのねおかげなんだけども、例えばねメタルジグなんかを 100m 以上飛ばしてしっかりね着底感とかこの潮のなんかこういってるうーって感じがですね、これ非常によくね手元に伝わってきます。もちろんね、まあ、それだけじゃなくってルアーの挙動もわかるし、例えば消えかけのね離岸流なんかですごいこう微妙な流れになっててもねラインの感度がいいんで、そういった、ね、流れもねしっかりね掴み取れる、そんなね感じがします。これやっぱりね超過に直結する性能だと思います。それでね強度もねこれ当たり前なんだけどもうね強いの。あのね去年の秋からですね、まあロケでいろんなことやってるんですけども、このねピットブルの8プラスで最大ですね、まあ8キロ超えですかね、まあブリ釣ってますけども、なんなくこれキャッチできましたね。最近はね、まあどうしてもねサーフの釣りはルアーがどんどん重たくなってるんですけども、かなりですねこれキャストゲーも抑えられてて多分1回もなかったんじゃないですかね。サーフだとね、ヒラメを狙うとき僕はね1号か 1.2 号を使ってますけども、ブリとかね、でかいアーモノが回遊してるときは 1.5 号ぐらいかな、保険としてね必ずこれ持ってってます。そしてねまあ超過とか関係ないし気分の問題もあるんだけど、このねピンクのカラーのねラインっていいよね、僕大好きなんです。まあ皆さんもねこれ結構ね待ってた方いらっしゃると思います。僕ねずっとねこのピンクのラインね出してほしくて、シマノさんにねずっとお願いしました。作ってくれ作ってくれって。だってさこれ視認性いいでしょ。でリールにこう巻いた時にかっこいいじゃない。これツインパーの新しいやつなんだけど、ステラなんかにもこれバッチリ合うよね。あとねまあピンクといったらネッサのルアーじゃないですか。あのピンクのねルアーにピンクのこのラインこれね、まあ合わせるとなんかいいことあるんじゃないかなというふうに思いますよ。やったー釣れるねー。